甘く。見ちゃダメだよ。このヒョウマ、なんて輝きなの。何より重さが半端なさそうだけど。生まれたらもだえ苦しむことになるわよ。それでも私たちは生き抜く。このわしがヒョウマなぞに。大丈夫ですか。手間をかけたようじゃの、同志殿。わしはアラカンというものじゃ。教えてくれ、わしは何をしてしまったんじゃ。それはお化け像になって行商人を襲っちゃったんだよ。なんということじゃ。それでローグリンの人が困っちゃってね。私たちそれを何とかしたくて。ローグリン、同志信仰の民か。カゴ天族はおらんのか。今はそれでも信仰を守って苦しい生活に耐えてるんだ。ヒョウマがやったことだ。仕方ないさ。いや、昔のわしは簡単に汚れる人間たちをバカにしとった。それなのにわし自身がヒョウマになって信仰を貫いている人間を苦しめるとは、恥ずかしい限りじゃ。もう過ぎたことでくよくよしない。大事なのはこれからどうするかでしょ。アラカンさんはかなりの力をお持ちとお見受けします。ローグリンの加護をお願いできないでしょうか。器は俺たちが探すから。純粋な人間たちが住み続けた場所なら、ローグリンの塔自体を器にできるじゃろうて。じゃあ、むしろわしから頼みたい。せめてもの罪滅ぼしじゃ。ありがとう。よろしくね。きっと祀られがいあるから。ゴド人から連絡来たよ。
ギーユ、掘り出し物あった？あったぜ、棟梁。前に洞石を探してるって言ってたろ。大地の記憶、見つかったの？そうなんだが、人は市違いで買われちまった。スレイ以外に欲しがる人がいるんだ。買ったのは考古学を学んでいる司祭だそうだ。考古学？遺跡を調べてるのかな。詳しくは知らんが、何冊も本を書いてるとか。本を？すごいな。内容には興味あるね。またなの？脱線の流れなの？で、その学者さんは？何かの調査でプリズナーバック出現のリヒトワーグ回顧林に行ったらしい。また危ない場所に。調べたい気持ちはよくわかるが。心配だ、行ってみよう。やっぱり一度高値に落ち着いた相場はちょっとやそっとじゃ戻らないな。だが商人たちも冷たいとは思うが、汚れているというわけじゃない。え、家具を戻しても問題が全部解決するわけじゃないんだよな。家具は人の心を変えるわけではありませんから。難しいよな。救いはローグリンの人たちに憎しみや諦めがないことですわ。どの道同士の出る幕じゃないわよ。うん、こっからは商人が工夫するとこ。
Thank you.
待機。逃がさない。目覚めだ。これでどう？これでどう？首筋で。瞬間連絡。お返しをくれよ。焼き尽くせ力だ。やらん。ウサギちゃん、そこに行けよ。ただのシリアルだ。はいつくばるの意味合いね。セクレッドライラも頑張るね。実際誰のため、ザビーダさんのためでもあるといえばありますわ。ロボ、いいわ。財布ロックスです。この靴が重要なんです。わかりますよね。わかんないです。戦術アドバイスとか先にしようよ。さあ、ヤキャラン助け。実戦中です。ロックトリガー。はっ、水の刃。さあ、ヤキャラン。熱波旋風陣。まだまだ。五つ星。無双だ。無双だ。チャレンジ戦。東海道破壊戦。次回目だと。熱波旋風陣。百人熱波攻撃。素晴らしい。次を吠えろ。雷電登場だ。みんな大丈夫か。薄利と圧力緊張するなよ。無双だ。そのつらい畳みかけろ。狭いところだ。今ピンチ中。グラビトリガー。こっちへおいでよ。無双だ。無双だ。おとなしくしてることを。
ロゼ、いいわ。ウサギちゃん、ここに行くよ。無駄プレッシャー。圧力集中上がってきたね。鉄砲だ。無双か、無双だ。一瞬瞬速の限定でサクサク移動。山根くタイタウは味噌か。ウサギさん、ここに行くよ。ここに行くよ。無双か、無双だ。お返しをくれよ。一点集中。ガードが硬いから。東海撃てる破壊光ならく。嫌いじゃないけどね。やるじゃん。ロックアウト。ただの死にすぎだ。ガードが硬い。レジストサーブ。嫌いじゃないけどね。お返しを。君は直感で動きすぎだ。おお、その認識は直感？近くに薬草の香りは。エドラ、起きてる？静かに膝元に。無双か、無双か、ボーアテック。炎よ燃える。無双か、これから。ハート貫くよ。うまいです。自分の命を預けるものだから万全尽くさないとね。ロゼ、いいわ。首筋がいい。無双か、無双か。お返しかけるか。熱波畳みかけろ。そこに行くよ。焼き払う。グランドシェイカー。こっちへおいで。グランドシェイカー。百人熱波こなそうよ。グランドシェイカー。百人熱波こなそうよ。リバイド式の鉄砲勝負。やりきれて。薄利多助を緊張するなよ。この世を捨てない。吸収モードやめつけよう。アベンジャーマイセン。次回目だぞ。ゴールドマスター。次回目だ。新人連撃。さあ、コアハマン。しかし、こんなに評判。おや？アベンジャーバイシェラ無双か。今ついてこれんの。糸あげるぜ。ウルマナシイッチ上がり。イチスラシイッチすぎ。イチスラシイッ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 チスラシこれからイチスラシイチャレイ一戦イチスラシ無双か。一点集中切り開く。よし、これで勝利だ。俺の勘だとお宝が近くに。運動がてらやってやるぜ。やっやろう。ガシャ一戦厳重入れよ。熱波旋風陣ターン。支持陣行爆雷飛行陣ステッカー一点集中。
ベンジャーバイ無双化無双化ホームテンプシャッカ両面先行先行シャッカ両面よし1個目これでどう焼き払う助けこれでどう40のためだけどシャッカ両面コンセントレートバリア海の際シャッカ両面神人連撃シャッカ両乱さあ爆炎熱波扇風陣続けていくぞ未記録でガジ持続性でファイヤー畳みかけろ続けていくよ未記録で爆炎剣チャレ一戦熱波熱波旋風畳みかけろ続けていくよガジュラガジュメイケン先行爆雷豪華ケイラカチグレンやるからには全力だぜミクリオ飛ばしすぎるとバテるよスレイサクサクいこコンセントレートじゃない！コンセントレート程度内にぴったりぞマジックスの爆炎剣しまった終わらせる次を吠えろ雷神登場だそら我が手は死を輝く若さを重ねるアッシュパー焼き払う断ち切れ熱波旋風陣一戦ランドシェイカーそらこれにて終了ただの石油ランク券
薬草がこの辺に生えてないか？おや？というほどは楽じゃなかったら。お宝の気配だ。
ビーダ頼む。散らせアダム、散らせアダム、ヒントだ、助け、散らせアダム、散らせアダム、ヒントだ、考えなしの逃げ出し、ヤクザ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 、ホライゾン、ホライゾン、ホライゾン、ザレイ一戦、次回乱そう、シュークラッカー、助け、炎よも、よし、立ち食い、これにて、終了。別に普通でしょ。でもスタのせいで木が枯れちまってんな。スタは成長するために木を利用した。でもそのせいで光が遮られて木は枯れてしまった。よくあることでしょ、こんなの。だから悲しいのです。あ、もしかしてこれに天族と同志の関係を見ちゃってるわけ。はい。あ、どれだけナイーブなのよ。分かってはいるのですが。困るわね、主神がそんなことじゃ。そうですよね。スレイが枯れたらあなたのせいかも。はい。逆に見習ったら、枯れるまでツタを支えた木を、同志って花を咲かせたいなら。はい。え、励ましてんだよ、エドナちゃんは。解説はいらないわよ。Thank you.
おや？運動がてらやってやるぜ。自分の命を預けるものだから。したことに後悔はないかい？スレイさんは立派な同志です。後悔など。んじゃヘルダルフと魔を照らすに勝てそう？せそうを見てほしいんですね。ジョナンの層が。そう言っときゃいいって思われてんだな。俺の勘だとお宝が近くに。おっとヤバそうなのが嫌がる。Yeah!
水源軽いハグは縁だ拒絶の一戦火に耐性があるようですホフイサル炎壁水源神炎壁水源神炎壁水源神キーフレア自分の命を預けるものだから万全尽くさないとね思ってたより危険だぞここは学者さんを早く探さないとなんだ今のはあなたが考古学の人岩の嵐を切っていた違うんだあれは氷魔っていう近寄るな化け物ああなんだよ助けに来てあげたのに同席目当てだけどねそうだけどスレイはそれだけじゃないしスレイとにかく無事でよかったよなそれはねそうだけど見てください大地の記憶が学者が落としたんだろうもらっとこうぜここまで来たダチンだいいのかないいのそれくらいエルダルフ、最下の剣士が生まれた瞬間あいつも人間だったんだよね今更だけどはい冷徹ではあっても当たり前に家族を愛するそんな人間が最下の剣士になるのか家族を失ったからなんかのせいっていうより自分の意志でなったように見えたがそうね俺たちが理解できることじゃないのかもしれないけどきっとヘルダルフはやめたんだ抗うことダイチの記憶これで全部揃ったかしらでもさ決定的なことが欠けてるヘルダルフがどうしてあんなことになったのかけどあいつの心の痛みは十分すぎるほど分かったおら同志殿同情しちまったのかい同情なのかな分かんないもう厳しすぎるぞライダー知らないままの方が揺らがないってのにごめんなさいだが実際どうするのが正しいのか難しい問題だよライラは正解を出せって言ってるかいえザビーダさんあちゃ怒られちゃったでどうするのここで話し込んでてもしょうがないと思うけどメイビンのところに戻ろうだねおじさんももう考えまとまったかもしれないしなんとなくわかったヘルダルフには俺の前に同志だった人の何かが絡んでるんだそうかライラが直接話さずに語り部というメイビンに協力を求めたわけだからな なんだ傘はそうやって使うものじゃないだろふふん乙女心のわからんやつねでツンツンすんなってのはこれがツンデレ
はぁ、いって、結構本気…ジャビーラ、サンキュー。和ませようとしてくれて。惚れてもいいぜ。調子乗りすぎ。ぐはぁ。さあ、ログリンへ急ごう。きっとおじさんも待ってるよ。あのメイビンが同じところにいるなんて、よっぽどのことだろうからね。そうだよ、探検家だしね。よっぽどの何かがあるんだろうか。ミクリオ、ここで心配しても仕方ないな。そう、アンズルよりなんとか。産むがやすしだよ。残念だったな。遺跡の話できるとよかったが。いいさ、あえてもミクリオの考えは聞いてもらえなかっただろうし。僕は別に。でも俺の知ってることは俺たちが探検して考えたことじゃないか。見解は同じじゃないけどな。結構な。こら、もたもたするな、遺跡オタクども。ロゼ、まだ怒ってる。あれは自分のためじゃなく。分かってるよ、おかげで冷静になれた。いいパートナーじゃないか。もう駆け足、今行くよ。
まさかメデューサ種の正体って。どっちも数奇鏡の姉なのかもね。あるのかそんな偶然が。本人に聞いてみるしかないよね、本当のことは。どうやって。それは故郷に帰ってる気がする。それも勘か。まあね、そういうものだよ人間って。まあ心理的には可能性はあるが一理の半分くらいはありそうだ。それにロゼの勘って当たるしな。ですが今は無理ですわ。ブレイブガント盆地は閉鎖されていますから。機会を待つしかないか。
お宝の気配だ。エドラ、オッケー、人間殺風動乱、眠れと期すべし、マジンキラホライゾンストーン、死を解くべし、オサジン人間殺風動乱、爆炎剣、人間殺風動乱、無双だ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 それでも私たちは生き抜く。始めます。フカヒはさまよい。ああああ我が日はシャッカフォトンフレイク。
集いて命運なる日に散りゆくミルミートフォトン。我が日は集いて命運なる日に散りゆくイグニ。我が日はシークスイートレッド。我が日は集いて命運なる日に散りゆく炎熱火炎爆開熱帯大熱帯。我が日はシークスイデリア熱きは赤く。我が日は集いて命運なる日に散りゆく。我が日は集いて命運なる日に散りゆく。我が日はシンクシー。我が日はビートレッド。デリが熱く熱くデリ。我が日はシンク。我が日は炎よ参ります。マウは100円オーブ電撃波。あきませんよ。シュースベリーは熱く熱きは赤く。あきませんよ。シュースベリーは熱く熱きは赤く。フカヒはさまよい。のが我が日は届いて命運なる日に散りゆく。さあな。デリが熱く熱く。我が日はシンクスイートレッド。さあ。デリが熱く熱く。デリが熱く熱きは赤く。デリが熱く。我が日は。デリが熱く熱く。デリが熱く熱きは赤く。我が日はシンクス。デリが熱く熱きは赤く。いきません。ああ、デリが熱く熱きは赤く。甘いです。我が日は。デリが熱く熱く。集いて命運なる日に散りゆく。フカヒはさまよい。逃れるはフカヒ。炎熱火炎爆開熱帯大熱帯。頑張りましょう。一位前進です。我が日は舞い踊るグレンのゴーラン。トルグレンは回り巡る。巡るはデリマグラ。我が日は集いて命運なる日に散りゆく。フカヒはさまよい。逃れるはフカヒ。汚れを侮ってはいけないということです。とりあえずここは静まったようですね。怪我はない？ライラ。はい、大丈夫です。むしろ見てるこっちが火傷したわ。すみません、降りかかる火の粉を払ったつもりが火の粉を放ってしまって。しまった。うまいこと言う踏み台に。ライラの火の舞、俺のハートにも火をつけちまったぜ。それは消火薬を飲んだ方がいいですわね。消火って俺も踏み台に。やっぱライラはすごいな。いろんな意味でね。頑張れよ、どうしたら。やった、無双、これか。ウルトラアルファ扇風神、これでしょ。これか。汚れ子らも仕留めた。まだ行くぞ。汚れ子らも噛みつくよ。ライラも頑張るね。実際誰のため。ザビーダさんのためでもあるといえばありますわ。Yeah.
この香りは薬草か？おや？あれは薬草かな。俺の勘だとお宝が近くに。なんだか偉そうなバットだな。偉そうと偉いはイコールじゃないがね。ひねくれた超音波の使い方してくるみたいよ。灼人熱波コーナーゾーン破壊ガイド引き一戦熱波扇風陣シルクルザーで立ち抜き。結構やるね。扇風当てる回ロゼは結構大人よね。エヘドナに
近くに薬草の香りが。あ、ジージの領域に入った。ジージの領域って相当強いよな。そうですね。薬草がこの辺に生えてないか。
およ。この香りは薬草か？お宝の気配だ。あれは薬草かな。おや？俺の勘だとお宝が近くに。あれは宝箱か？ライラってジージと知り合いだったのか？ゼンライってジージの本名なの？ああ、イズチじゃ誰も呼ばないけど。以前お会いしたことがあるんです。一度だけ。なんか意味深な会話してたよね。あれ何？カカオチョコチョコミチョコチョコ合わせてチョコチョコムチョコチョコ。このパターンか。いつから知ってたの？スレイがゼンライの家族だって。赤折り紙青折り紙木折り紙赤折り紙青折り紙木折り紙。もう逆に気になるって。
俺は別に。俺たちが困ることをジージがするわけないし。こっちがおかしなことをしたらどれだけ雷を落とされるかわからないけどね。信じてるんだ。ああ、ライラと同じくらいね。